明日から春休みなので、机の中のものは今日中に全部持って帰りましょう。何も残さないように、ちゃんと全部出してくださいね。うわ、ゴミ出てきた。なくしたゲームここにあった。大変大変、たくさん出てきた。いや、どんだけ溜めてたの。机の中ブラックホール。一旦休憩。一旦休憩。一旦まだあるってこと。うわ、懐かしい。3年前のテストだ。なんであるの。わざわざ家から持ってきたの。これも懐かしい。授業参観の出欠表だ。もうとっくに終わったやつ。ちゃんと提出して。それ今持ってちゃダメだから。これみゆちゃんに渡してほしいって伊藤くんから頼まれたラブレターだ。渡してあげて。伊藤くんずっと返事待ってるんじゃない。もうあれから4年か。4年も待たせてるの。伊藤くんもちゃんと確認しないと。後でみゆちゃんに渡しとこ。もう遅いよ。今急に返事来たら伊藤くん困惑するでしょ。こっちはみゆちゃんから頼まれた川口くん宛てのラブレターだ。複雑な恋愛事情。三角関係だ。てか、なんで渡さないのに引き受けちゃうの。あれからもう1日か。頼まれたばっかだった。なのにもうぐっちゃぐちゃ。後で捨てとこうっと。恨みでもあるの。まだ間に合うから渡してあげて。わー、また懐かしいの出てきた。未来の自分に宛てた手紙だ。それ今見ちゃダメだからね。数年後に見るものだからね。40歳の自分。だいぶ先だった。こういうのは普通10年後とかじゃない。よー相棒、元気か。渋いな。小学生が書いた手紙とは思えない。40歳より40歳してるじゃん。俺は昨日ようやくおむつを卒業して。さすがに遅くない。今日から晴れて離乳食デビューだ。やっぱり遅くない。では返事待ってます。伊藤。伊藤くんのラブレター。てっきり自分に宛てた手紙読んでるのかと。伊藤くん独特なラブレター書くね。てかこれ本当にラブレター。いつ告白した。何の返事待ってるの。あー、こんなもんか。やっと終わった。疲れた。あー、そっか、今机の中片付けてたんだったね。忘れちゃってたよ。それにしても凄まじい量入ってたな。来年は定期的に片付けないと。終わった終わった。やっと半分終わった。いや、まだあるの。ツイッターのフォローもよろしく。うわ、なんか真っ黒なボール出てきた。よく引き出しに入ってたね。じゃなくて、学校にボール持ってきちゃダメだから。次からは没収するから。違った、これパンだ。いや、いつのパン。怖い怖い。早く捨てて。うまそう。誰、今うまそうって言ったの。絶対ダメだからね。持って帰ってお母さんに見せよう。やめた方がいいと思うよ。学校で捨ててきな。捨てるならくれ。ダメだってば。もったいないとかの問題じゃないから。うわ、またボール出てきた。どんだけパン残してたの。まことくん机の中ガビだらけでしょ。調理室のボールだ。そっちのボール、なんでここにあるの。うまそう。何が、ボールが。さっきから食欲に取りつかれてる人いない。次は何が出るかな。なんでちょっと楽しみにしてるの。おー、これは伊藤くんがラブレターに添えてたパンだ。またパン。なんで机の中に入れちゃうの。まことくんには消費期限っていう概念がないの。後で渡してこよう。絶対やめてね。みゆちゃんにドン引きされるだけだよ。後でみゆちゃんになりすまそう。必死か。パン入手するために必死か。そのパンは先生が後で回収しときます。てか、まことくん、そろそろ時間厳しいんだけど終わりそうかな。今ので最後。今度こそ本当に終わった。よかった。いや、もうなんかすごいもの見させていただきました。ほんとごちそうさまでした。はい、じゃあみんなロッカーからランドセル持ってきて、荷物まとめてください。よーし、次はロッカーの片付けだ。いや、いつになったら終わるの。ちょっと姫様、冗談でしょ。キスの前に目覚めないで、あなたの顔して。